FM ラバースのスタジオ FM ラバースは2005年日本国際博覧会愛、地球博の FM ラジオイベント放送局。周波数は 773MHz。チューブ日本放送と ZIPFM が共同で運営した。2004年2005年21時から各 DJ が1時間ずつ最後の放送を行う。放送終了直前にも全 DJ リポーターが登場し、翌日1時5分頃放送終了、停波。肩書き上は、メイン DJ、ZIP FM をはじめ各局の DJ を担当していた。2010年3月まで大阪 FM 心、ラジオシティ、サンデー、g ーバイブスを担当。地元の愛知県名古屋市出身、ZIP FM をはじめ各局の DJ を担当していた。 期間中も京都アルファーステーションや FM 横浜のレギュラーもこなしながらの担当となった。このため期間中3月から5月にかけては他局の仕事を合わせ55連勤となるなどの激務であった。終了後も CBC ラジオラバースを担当した。現在は名古屋ラジオ愛で DJ をしている。地元の愛知県豊田市出身。この FM がラジオ DJ デビューとなる。 最終日には、換気まり号泣しながら放送していた。現在も、CBC ラジオで、ラバース関連番組、名古屋ラジオ、i、ミュージックサーフを担当。また、静岡系ミックスの DJ を担当するなど、活躍の場が広がっている。現在も、各局のラジオ DJ を担当している。サンタホリーケホームページ、i、地球博イベント用 FM 放送局を、 予備免許総務省東海総合通信局、報道資料 I、地球博公式 FM の愛称、DJ リポーターが決定。財団法人2005年日本国際博覧会、協会、I、地球博イベント用 f m 放送局の免許総務省、東海総合通信局、報道資料、FM ラバースジングル、着歌 I、地球博公式ラジオステーション、FM ラバーススタジオの再利用について、 ありがとうございます。